いや、どうも、水色だ。ということでですね、今回は SIM の設定について解説、していこうかなと思います。MW に入ってからの、SIM4 の SIM 値、SIM APEX の設定、結構ね、雑に紹介してしまったので、今思えば、おーおーおーみたいな感じだったんですけど、今回はね、ちょっと時期経って、やっぱりこのカード最強だなと思ったので、紹介したいなと思います。MW のバトローでも使えるし、もちろんランクでも使えるし、BO4 でも使えるっていうね、超万能カードです。ぜひね、まだ使ってない人は一回真似してみてほしいと思います。で、この振り向き2センチっていう、まあちょっとね、自分的になんか語呂がいいというか、まあ好きでいろいろ言ってるんですけど、でその感度ね、めちゃくちゃ速いんですよ。で、よく水井さんこんなんでやってますねみたいに言ってくれる人いるんですけど、確かに結構速いと思うんですね。2ってなかなかいないよね。あ、もっと速い人もいるんですけど、でもやっぱり速ければ速いほど慣れるのってすごい大変なんですよ。俺は慣れだからできるし、あと自分の弾道エイターの設定が完璧だと思ってるんで、それがね、本当にやりやすいコツなので、今回はその、みんな欲しがるんですね、俺の弾道エイター。なんか動画見ました、くださいとか、めっちゃ DM 来て、丁寧な人には送ってるんですけど、雑な人にはポンみたいな感じなんですけど、今回は、まあそういうね、ちょっと一般常識を踏まえた人に限り、この動画を見たよって言ってくれた人、先着5名に、弾道エイターのね、もう、スパッてプレゼントします。いや、またダウンしてスパッ、ランドレーター ADS ヒップスね、そんな特典もつけつつ、あとは、そのさっき言ったように慣れるための秘訣、とか慣れるために設定の落とし方、ここをこう落とせば慣れるのに早くなるよとかいうのね、ちょっと自分の中であるので、そういうのも紹介していこうと思うので、まあ、特典盛りだくさんでね、よかったら最後まで見ててください。早速ね、紹介していくんですけど、コンフィグは皆さん知っての通り BO4 です。正直ほとんど変わってないんですね。BO4 の最終期、最終版で、感度をちょこっと上げて、DPI を、9000とかにちょっと上げつつ、ゲーム内じゃない、SIM 感度もちょこっとずつ、いじったりしたんですけど、まあ、今ね、落ち着いたので、紹介しようかなって感じで至ったんですけど、後半はね、ちょっとボット打ちも交えつつ、背景ちょっと暇になっちゃうかもしれないんですけど、まあ解説メインでね、聞いてくれたら嬉しいです。はい、ということでね、APEX の設定見ていきましょう。コンフィグは BO4 で、このペンマークの下ですね、1000Hz で出てるのはグローバル設定から変更できる反応率ですね、これ。前確か250でやったんですけど、1000にいつの間にか上げてました。まあそんなに変わんないかなと思うんですけど、道を早い方がいいなという感じで線にしてます。はい、設定です。ライトカラーがピンク、どうでもいいですね。照準が 70.5 じゃない、70です。70の変わった、これ70ですね。で、ボタン配置がこんな感じですね。で、ゲーム内感度が全部バンパージャンパータクティカル基準でやってます。 PO4 も MW も、やってるので、それを踏まえてね、これ見てください。はい。でね、今のはプライマリーなんですけど、次セカンダリですね。R2 とバツ、スペシャリストウェポンとか、デッサとか、そういうね、ダブルボタン発動みたいなやつに、E キーを割り振って一気にポンってね、ワンクリックで発動するようにしてます。で、今回変えた点が、プライマリーの方の十字キー下ですね。これスクロールダウンだったんですけど、バトロワが十字キー下の長押しでインベントリを開くので、その兼ね合いで長押ししなきゃいけないってことでね、スクロールダウンだと反応しないので、L コントロール、左のね、一番下のコントロールに割り振ってます。で、プライマリーに一応スクロールダウンを十字キー下にも、スクロールダウンにも割り振ってます。で、問題がね、弾道エイターですね。スムージングが0、YX 割合が1と。で、肝心のこの曲線は 83.16 に、一番右上からヒューとね、右のバーを
83.16 に下げただけになってます。はい、で ADS の標準が 69.50 ですね。 0.5 下げ。スムージング後の YX 割合が1となっております。ランドイーターがねこんな感じなので、めちゃくちゃちょっと際どく見えないですよね。これは見えにくいよね、確かに。最終的にこんな感じの数値になるんですけど、多分これ真似できないと思うので、これをね欲しい人はぜひ、弾道曲線大事ですからね、かなり。これが俺のこの感度というか設定の決め手と言っても過言ではないので、ぜひね、真似してみてください。そんな感じですね。はい、設定はこんな感じでございます。で忘れとった、G502 ワイヤレスの設定ですね。これ G502 の設定なんですけど、上にエンターって書いてあるところが、ワイヤレスも一緒にエンターにしてます。まあ、基本この親指が当たるところはエンターキー設定してますね。で、F2 って書いてあるところが、これ、フォワードです。プライマリのボタン配置になってるところのフォワード。三角ボタンが振ってありますね。で、C キーがバック。これが R3 割り振りですね。しゃがみとか伏せ、姿勢変更のボタンが割り振ってあるボタンになってます。はい。でね、DPI が9000ですね。ロジクールのソフトウェアで、9000と60002つね、プリセットに入れてるんですけど、まあ常に9000でやってますね。はい。で、そんなわけで一通り解説したわけなんですけど、最後にコツをさらっとね、言ってね、終わろうかなと思います。で、このコツっていうのは、まあ配線師になれるコツだったりとか、まあこの設定になれるコツっていうわけであって、まああの、マウスになれるとか、キーボードになれるっていうのは、まあ以前ね、BO4 の動画で、まあ一生懸命解説したんでね、それが応用できるんで、MW やってる人でもね、まあよかったら、キーボード、マウス解説ということで、なんか昔の動画ね、漁ってください。上達講座みたいなね。で、さっきも言ったように、まあ、コツ、配線師になれる設定が MW のゲーム内感度をね、5ずつ下げるっていうので、まあ、結構ね、遅くなって、まあ、ローまではいかないんですけど、なんだ、例えば、素が2センチだとして、5を下げるだけで5センチ。で、さらに5を下げて、感度10にすると、まあ、10センチみたいな。まあ、みたいなね、感じね。まあ、イメージとしてね。こう、ゲーム内感度を5ずつ下げることによって、普段は20でマックスやってるんですけど、まあ、割とね、こう、変化が、やりやすい変化ができたので、まあ、初心者だったりとか、これから配線師目指したいなって人は、いいんじゃないかなということで、付け足そうかという感じで作りました。まあ、普通に、配線師がね、やっぱ強いんですよね。BO4 の頃は言ってたように、キャラコンもできるし、まあ、今作キャラコンというキャラコンは難しいかもしれないですけど、まあ、かなり視野も広くなるし、こう、パーティーしか組まないみたいな。まあ、2、3人パーティー絶対組むし、なんだろうな、大会とか、しっかりと音聞きして、まあ、報告し合ってっていうような場面が多いよって人、は、多分、ミドルとか、慣れてる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、ソロで回ったりとか、あんまりパーティー組まないよって人からすると、全部が敵なんですよ。もう、360度全方位対応できなきゃいけないってなると、やっぱり、PO4 で言ってたように、低空ジャンプしながら周り見たりとかね、まあ、常に周りに気配ってたりとか、真後ろにも反応できないと負けちゃったりするので、まあ、そういう点からね、やっぱりランク間とか回る分には、かなり配線師が強いと。で、バトルロイヤルなんかやるときにも、やっぱり 1V3 をね、やるにあたって、まあ、いきなりね、こう、目の前来たと思ったら、次後ろから挟まれたりとか、そういうのも対応できたりとか、あとはしゃがみ打ちですね。まあ、今作 MW なんかはしゃがみ打ち必須と。まあ、1V1 しゃがみ打ちしたらほぼ負けないと思うんですけど、まあ、そういうのができないと、その辺の一般プレイヤーと同じぐらいのレベルになってしまうということで、まあ、どっかしら極めないとっていうことで、まあ、やっぱり配線必要いなと。実感したのでね、紹介していくんですけど、でやっぱり BO5 出るか分かんないけど、次回作にしても、まあ、BO5 が出たとしてもやっぱり BO 系統はやっぱりキャラコンがねすごい使えるので、まあ、BO2、BO3 やってた人は分かると思うんですけど、まあ、すごいねキャラコンが如実に反映されるんですよね。ただダブダブとか、こういう MW シリーズはどっちかというと塗ったりのっぺりしてるゲーム性なので、まあ、あんまりキャラコンというよりはエイムとか、まあ、しゃがみ打ちでね、まあ、やっちゃってよみたいな感じになってくるので、まあ、ちょっといただけない部分もあるんですけど、まあ、にしてもね、配線者はどれになっても強いので、やっぱりこう、スライドエイムがね、シュッシュッシュッって決まるだけで、全然ね、こう殺せる速度が変わってくるので、まあ、そこでね、別にミドル、ローで、おめきし手を振れば同じ速度にもなるかもしれないけど、そんなね、
落馬ごときでもう腕をピュッとかって振ってね、あ、それで疲れたなみたいな、誰かもしんないけど、そんなのはちょっとね、自分嫌なので、楽に行こうぜって感じでやったのが、ハイ選手の慣れの果てですね。まあ、動画とか配信見てくれてる人で、ハイ選手やりたいなって人いると思うんですけど、やっぱりこう、慣れるまで難しいっていうのがね、よく聞くことなので、今回さっきも言ったように、ゲーム内感度5、下げてやってみたらどうかなという提案を交えつつ紹介してみたわけなんですよね。はい、ということでね、ちょっとダラダラと最後喋ってしまったんですけど、今回ね、まあ、参考程度に、SIM の設定をね、久々にじっくりと解説してみました。もしよかったらね、高評価、チャンネル登録お待ちしております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。水曜でした。あ、ダンドエイターね、先着5名です。マジで先着5名にしかあげないです。本当にね、もう無限に湧くんで。はい、ということでね、終わります。またお会いしましょう。バイバイ。